さあ今回のうどんマップは河原町からスタートしていきたいと思います。で僕の後ろに見えるのが道の駅河原ですね。今日はねあいにくの天気で結構体も冷えるんで、今日もあったかいうどんを探したいと思います。ではまずはうどん人探しから参りましょう。早速道の駅でうどん人を発見。おすすめのちょっとうどんをですね、はい、伺いたいんですけど、あのよく行くところは河原町の、はい、戸田マウント。おお、もともと戸田の道の駅周辺にあったんですけど、で移転してですね、その道の駅時代から知ってたってことですか。そうですね、まあ、いつも食べるうどんっていうのはごぼ天うどん。ごぼ天、いいですね。多分そっちの人は、はい、やばいうどんが好みで、ふわふわで、で出汁も美味しい。麺は柔らかい花うどん人一押し、こだまうどんに決定です。ここからこだまうどんさんはちょっとバスとか電車での行き方がね出ないんで、歩きですね。 3.5 キロ。よし、じゃあ早速歩いて移動です。行きましょう。あいにくの雨ですが、およそ40分かけてお店まで歩いて向かいます。ちょうど見えますな、ここから河原だけどね、あそこのちょっと今ね雲がちょっとかかってて見えづらいんですけど、上の方がもうほんと綺麗に平らに削れてて、そこ上のこう石灰石をこう削って砕いて、このレールみたいに通ってからあっちに運ばれるっていうね、もうこれこそ河原町ですよ。確か児玉うどんさん前回取材した時はもう竹うどんと白おにぎり究極のシンプルにしたんで、今回はちょっとトッピング何かしたいですね。こちらでございます、児玉うどんさん。じゃあまずはちょっと取材交渉から行ってきます。あ、こんにちは。あ、すいません、急にご無沙汰しております。児玉うどんさんが美味しいという風にお勧めいただきまして、取材 OK いただきました。やりました。失礼します。あ、ごめんください、お邪魔いたします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。お久しぶりです。前回これありましたっけ。ありましたね。ありましたっけ、はい、え、宮崎神社福津の光の道の、あそこに私たち毎月1回お参り行くんですよ。月1で行ってるんですか、はい、で1個ずつ1個ずつ願いが叶うって言って、願い事が叶うようにということなんですね。ものすごい被ってるじゃないですか。はい、13年目ですかね。13年もじゃあ、はい、もうやめられないです。お守りの数は150以上。ご夫婦で参拝に行くのが毎月の楽しみなんだそうです。国道201号線沿いに店を構えるこだまうどん、オープンはなんと朝の6時半。仕事前に立ち寄る常連さんが多いお店です。今回うどん人おすすめのごぼう天は売り切れだったため、大将おすすめ肉と丸天をトッピングしたうどんを注文。おお、ここに乗せてからスープが乗るという、こちらで完成ですか。完成です。完成です。ありがとうございます。はい、ああ、美味しそう。いや、いいですね。あ、素晴らしい。この丸天と肉とネギの色がまたいいですね。おお、いいですね。お肉もちょっと溶け出してきてて。ああ、美味しい。あったまる。お色は結構濃いめなので、味付けも濃いめかなと思ったら意外とあっさりしたスープで。そうですね、カツオと昆布だから基本がですね。あ、天然物の昆布を使うことですっきりとした出汁に、ほとんどのお客さんが飲み干してしまうスープなんだそうです。よし、うどん人もねこのふわふわの麺が美味しいと言っていました。うわっうわっうん、うわ、柔らかい、本当にふわふわ、だしもやっぱめちゃくちゃ絡むし、優しい口触り。確か製麺所さんから、そうですね、君門さん、あ、君門さんも有名な、もうだしと麺の絡みは君門さんの麺じゃないと
タミナ出汁を先代の社長が作り上げて、先代の社長にもうちが辞めるまで頑張ろうねって。すごい信頼関係といいますか。素敵。もうすごい、丸天めっちゃ香ばしいですね。おいしい。湯煎機にかけてちょっといらない油を落として切れるんです。くどくない、うんうん、油くどくないと思うんですね。本当にさっぱりこう、はい、いただけて、いくらでも食べれる、ね。甘めに炊かれたお肉はより旨味が引き立ち、スープとの相性も抜群。牛丼が美味しいからこそ、いろんなトッピングをすることで、なんか変幻自在に変わっていくこのうどんっていうのが素晴らしいですね。6時半からやってるっていうのは何か理由が？今回変に仕事行く人多いから、6時半ぐらい帰ってきて、8時ぐらいに捕まると。じゃあこの通り自体が結構朝早くから皆さんこうお仕事とかで、そういうことですね。みんな早く、街の方の生活スタイルにも合わせた営業スタイルってことで、いいですね。完食しました。美味しかったです。ごちそうです、はい、ありがとうございました。はい、次の行き先を決めてください。お願いします。行きます。おい、よいしょ、はい、さあ次はどこだ。筑前町が出ました。筑前町、筑前って言ったら久留米の上ぐらいでしょ。あ、そっちか。あらららら、あらららら、そうか。大当たり、大当たり。じゃあ大移動というわけで行ってまいります。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。というわけで河原町から筑前町へ大移動開始。いや、さっき調べたんですけど、ここから筑前町は3時間17分かかります。くじ引きルール導入されて一番長くないですか、移動時間ね。まずはバスに乗って河原町から一旦福岡市内へおよそ2時間かけて移動。そこからバスを乗り換え1時間かけて筑前町を目指します。トータル80キロ、3時間超えの大移動。行ってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ到着しました。3時間かけて筑前町到着ですね。なんか近くに公園みたいなのが見えたんですよね、バスの中から。とりあえずそっち方面行ってみますか。結構広めの公園ですね。人もちらほらいらっしゃる。こんにちは。こんにちは。あら、かわいいですね。本物です。5歳さん、本物です。岡澤明と申します。あそこにうどんがあるよ。お、ちょっともしよかったら教えてもらっていいですか。いいよ。この場所まで行きましょうか。手入れてついて案内してくださるんですか。まるで仕込みかのような小さなうどん人と話がどんどん進みます。どこのうどん屋さんが好きですか。やっぱママの家のうどん。ママ家のうどんか。100点だね。100点だ、すごいな。テレビ向きな満点の回答を見せてくれた小さなうどん人に明君も脱帽と、そこへママも合流。いや、お母さん聞きました、さっきちょっとすごい好きな、何のうどんが好きですか。好きですか。ママのほらありがとう、素晴らしいですね、ほんと。ぜひ小さなうどん人おすすめママのうどんも食べたいところですが、おすすめのうどん店を伺います。コンピラうどんばっかり。コンピラうどんさん、確か割と近かったですよね。筑前町ですよね。カツ丼と、とんかつとうどんが美味しい。確か、おろしカツうどんみたいなのを、そうです、めちゃくちゃ珍しいやつ食べた記憶がある。うどんのように温かいうどんファミリー一押し、コンピラうどんに決定です。素敵なご家族ですね。おすすめのうどん聞いて、ママのうどんが好きですって言われたの初めてかもしれない。最高の答えじゃないですか。こんなに嬉しい答えはないですぞ。行きましょう。
見えてきました看板ね、こんぴらうどん、その下にうまいとんかつっていうとんかつアピールもすごいんですよね。なんかこんぴらうどんって聞いたらもうさぬき系なのかなって思っちゃいますよね。よしよし、あ、よかった、営業中です、営業中でございますね。ちょっとじゃあまずは取材交渉から頑張ります、行きましょう。こんにちは、うどんマップのロケをしてて、でこちらの、前1回来たですね。あ、そうなんですよ。でまた再びおすすめをいただきまして、取材 OK いただきました、よかったです、失礼します、ごめんください、こんにちは、よろしくお願いします、失礼します。やっぱ店内こう広々しててお座敷の席もあるんで、ご家族なんかでもゆっくりできるという感じですね。よろしくお願いします。いやいや、ありがとうございます。ポンピラうどんさんは確かなんか別の、あ、あの、はい、下の方にもあります。下の方がなんかこう本店みたいな感じでしたよね。4人姉妹で、姉たちは下の方でそれぞれやって、私はこっち、下の出身で、じゃあこっちに来たような、そういうことなんですね。看板ね、ポンピラうどんって書いてありますけど、その下にとんかつもやっぱめちゃめちゃ押してますね。カツ丼がですね、あ、人気ですかやっぱり、はい、もう昼はもううどんっていうカツ丼屋みたいな感じ、カツ丼ばっかり。これメニュー見させてもらっていいですか、はい、もう定番のトッピングがたくさんあるやつとか、きた、とんかつとカツ、すごいですね。これもおすすめなんですけど、カツ鍋っていう、カツ鍋定食、はい、うどんもついてます、あ、うどんがついてる、はい、ちゃんとこれは美味しい、美味しいですか、はい、お、じゃあカツ鍋定食でいただいてもいいですか、はい、はいはい、ありがとうございます、来ました、おっとこれはオープン、はい、来ました、うわ美味しそう、すごい、めちゃくちゃいい香りが、これとミニうどんと白ご飯、あとお漬物がついたセットと、はいはい、まずはうどんからいかせてください、はい、本当シンプルなうどんってことですよね。あー、いい香り、この透き通ったスープ、これは美味しそうだぞ、いただきます。わー美味しい、お出汁めちゃくちゃ効いてますね、ありがとうございます、ちょっとあっさりめです、うんうん、いいですね、一番このうどんの表情が分かるのがかけうどんでございますから、うん、ほんともっちもち系の麺ですね、おいしい、ちょっと弱めですもんね、ほんとザ・福岡のうどんっていう感じで柔らかいし、はい、硬いんですけどね、あ、そうなんですね、うん、北にある本店とは違い、福岡の人に合わせて少し柔らかめに仕上げた自家製麺、そしてお店自慢のカツ鍋、うわこれは最高ですぞ、開けたらまた香りがどっときますね、あれ、お、うわこれは絶品だ、おいしい、味付けがやっぱりこうガツンと効いてるのと、このカツのサクサク感とたまりませんね、調味屋さんにちょっとオリジナルを作ってもらう、へえ、カツに合うお醤油をもう特別に作ってもらってそれを使ってる、ちょっと味が好み、ね、なのでサラリーマンの人は割と夢が好きなので、いやこれは一度食べたらもう本当に記憶に残る味付けですね。コンピラうどんさんってコンピラってこうついてるから、ちょっとこう香川県のなんかそういう、もともと先代が四国の方で修行して、はい、で、それを取り入れてですね、でもすごいですね、ご家族で、ね、その娘さんたちがまたこうやってお店をそれぞれでこうやってそれを受け継いでるっていうのが、はい、父のねしてる姿を見てですね、あ、そうか、育ったからですね、いや、いいですね、なんか家族っていいですね、素敵ですね、完食しました。うどんくじで次の行き先をですね、はい、決めていただきたいです、一、はい、本だけ引いてください、いい感じ、混ぜてもらって、おすすめ、はい、これですね、さあどこになった、これは、あ、来ました、中川市でございます、
次は中川市からスタートしたいと思います。